100円の英語講座。はい、本日はタツイトさんからのリクエストです。今度、旅先で車をレンタルしようと思っているんですが、アメリカならではの交通ルールとかありますかって来てるんですけど、僕あんまり詳しくないんですよね。でも一つ知ってるのは、信号で止まるじゃないですか。でアメリカって右側を運転するんですけども、信号が赤でも右折するときは一回止まって右折して大丈夫なんですよね。一番もちろん右側のレーンにいなきゃいけないんですけど、僕日本で運転したことないんで分かんないんですよ、それ日本でできるのかどうか。どうなのかな、日本でもそれっていいのかな。でもアメリカはそれできますね。これ もし日本でもできるんだったらすいません。それとあとスクールバスってアメリカあるんですよね。子供たちを乗せているバスですね、学校の帰りとか朝。そのバスが自分の前をこう走ってると追い越しちゃいけないんですよ。あとバスがストップサインを出してきたりするんですよね、子供を降ろすときに。その時にちゃんとその止まらないとめちゃくちゃすごい罰金を、チケットもらっちゃうんで、そこは気をつけた方がいいかもしれないですね。僕が知ってるのはそれぐらいですね。すいません、車あんまり詳しくないんで。ぜひねアメリカの旅楽しんでくださいということで、皆さんもアメリカで旅行して車に乗る機会があったら、スクールバス気をつけてください。あと右に曲がるときは一旦止まれば右レーンから信号が赤でも曲がれます。